牛皮がもちもちで会場のアイスそのまんまだよ。そろそろライブステージが始まる時間だな。あ、すいません。すいません。楽しみだな。あ、もうすぐ始まるかな。こうしてね、ゴムの匂い、これゴムの匂い。あ、やべえ、なんか会場のこと見出して泣けてきた。行きたかったよ。めっちゃ泣けてきた。はい、というわけでお家で一人ウルフェスオンラインやってみた動画でした。いや、これ結構いいですよ。おすすめです。だって場所時間問わず簡単に気分味わえるからね。電気を落としてあり合わせのアイスと材料を組み合わせるだけでもうそこはウルフェスでございます。今年はね、冬から始まって夏にもまだ事態は収束せずにこんな形でウルフェスが中止でございますけれども、こうして皆さんで工夫して、それぞれが楽しくウルフェスができるというものをですね、公式がどんどん無料、しかも無料だよ。
YouTube で配信してくださってるんですよ。普通だったら入場料とか払って見るショーが無料で見れると、こんなに素晴らしいことはない。というわけで僕は会期中毎日アイスを食べたいと思います。というわけでまた次回のライブステージでお会いしましょう。